東海道三大難所の一つ左右の中山。どれだけ難所であるかを感じるには、大井川から左右の中山までを歩いてみてはいかがでしょうか。島田宿を越えた後、越すに越されぬ大井川と読まれた大井川を越え、諏訪原峠を越え、さらに左右の中山峠も越える。次から次へと峠が続くことに気がつきます。また左右の中山は駿河の国と遠江の国、東と西を分ける境界であり、悪霊を遮る西の神を祀る峠であったとも言われています。こうした峠を無事に越えた時、旅人はどれだけほっとしたことでしょう。そして登り切った先の美しい風景に心が震え、峠の茶屋の甘いものにほっと心が和んだのではないでしょうか。昔も今も変わらぬ人の気持ちです。